ファンレース、そして、ダウンのレースでは、アノミさんに勝てませんでしたけども、はい、今日は完全勝利ということになりました。はい、そう、いつも練習している得意な数だったので、自分の力が出せてよかったと。勝因は何ですか？そうです、基本的に自分はあの道具一つで戦ってるんで、普段からあの風ももっと弱かったりする風も乗ってるんで、まあ、そういうところが良かったのかな。いやもう本当にやっぱずっと1枚のセールで彼は戦ってて、まあ、僕は結構道具をちょっと今回は変えたりしながらレースに出たんですけど、やっぱそういうところで一つのものを乗りこなす能力とか、まあ、やっぱそのウィンド力っていうのがすごいあるなと思いました。自分の走りがなかなかできなかったんですよね。やっぱりこういうコンディションで練習してなかったので、まあ徐々に、調整しながら順位を上げていった感じで、まあ、3位になったんですけど、やっぱりね、やっぱ1番取れないのはちょっと悔しいので、まあ、もっと練習していたなと思いました。はい、昨日まですごい暑くて風も弱くて体に結構応えるなっていうシーンもあったんですけど、まあ、でも寒い中でレースやるよりは本当に怪我も少なくて、今日に限ってはちょうど多分曇っててもちょうどいい気温だったので、すごい過ごしやすくてレースしやすい環境だなと思いました。前を走る若手の選手たちというのはどう言ってましたか？やっぱりもともと速いですし、それで努力もしてますし、練習量もこれに特化して練習してますから、なんか素晴らしいと思いますね。でも、まあ、僕らみたいなベテラン勢もまだまだ負けちゃいけないなと思ってるんで、頑張らなきゃいけないなと思ってますけど、はい、来週にもまたスラロームの方の試合があったり、またレースも始まってくると思います。ワールドカップもあるみたいなので、まあ、そういうのも計画に入れてるんで、これに、まあ、今回のこの結果をしっかり噛み締めて、また練習して次のレース、まあ、来年の都では優勝できるように調整していきたいと思います。また帰ったら今度はスラロームの大会があって、コロナが、まあ緊急事態宣言が解けていろいろ大会が増えてきたので、また違う種目を調整しなきゃいけないんですけど、まあ、本当に精一杯自分の実力を出せるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。自分は一応オリンピックを目標にしてやっているので、まあ、それに向けて、まあ、年数も少ないので、ちょっとでもいいレースがたくさんできればなと思ってます。こんなに綺麗な海でこんなにいいレースができたのは本当に嬉しく思っているので、また、練習にもうたくさん来たいなって思いました。ありがとうございました。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。賞金は何に使いますか？賞金は、今、そうですね、何に使おうか。ガチで答えようとしてますね。ガチで答えようとしてますね。パッとでちょっと金額が大きかったんで。